はい、たくさんコメントくれてありがとう。昨日スリリングのぐるぐるを初見で15まで行ったんで余裕かと思ったら1時間やった3時半でもクリアできませんでしたんで、今日にまたがって5日目になっておりますけれどもね、若干の難しめなんですよね。あと声がでけえっていうコメントいただいたんで、声をちょっと小さめにやっていこうと思った瞬間咳出たで、でかあと興奮したら俺でかくなるからね、すいません。あんまりね、ちっちゃい時もあるんですよ、俺の声。だからちょっとわからないんですよね、俺、こういう機材。だから、ちょっと適当です。すいませんね、本当に。すいません。可愛いけど話合わんタイプ。ここは地球の、ちゃちゃ、地球じゃねえよ、なんか。お出せに、くぐりてえなぁ。あぶね、ケツ叩かれたいから。ぐるってねえ。酸っぱい、甘い、甘いすぎる。甘いの好き。ゴミを集めようと思うんですけど、散らかすなら一箇所に散らかした方が、いや、なんでもないです。巣に帰ろうと思うんですけど、最近、顎の方が巣なんで、ちゃうわ。これ、ふーってやったら消えたりして。消えません。消えたら面白いけど、面白くねえよ。これは簡単なんだ。危ない。ちょっと難しいゴルフあるよね。男子ゴルフの視聴率が下がってきました。悪魔っていうのはさ、あくまで偏見ですよね。ダジャレ盛り込んでる。乗り込みてんですけど、どこに、あった、いた。あの動いてるやつ誰？怖っ。気持ちは、あいつでもいいんかな？二人いるってこと？南面の曲？南面、鉄砲撃ってきて、鉄砲じゃねえわ。ピンってなった、危ねえ。ピンってなった。ピンって。可愛くねえわ。あ、15いった。あ、これ3、お、3個倒したこと初めて。あれだけのゲームが出ても変わん。跳ね返したいんですよ。絶対跳ね返したいんですよ。ヒゲも。抜きたいんですけどね。っていうのもね、これ、石、岩のやつは潰れないのがチートっていうコメントもたくさんいただきました。削ろうと思うんですけど、そろそろさ、爪切りみたいなあのタイプ買ってくれませんかね。嫌ですか？はい、すいません。勉強します。腹筋をね、昨日200回、危ないしましたけども、あ、今日今回行った初めては簡単やった。これ難しいのやったら1問目でできないからね。難しい場合もあるんですよ。すっごく難しい。特にビーカーのやつとか難しくない？あと、ゴルフでも難しいのあれって。さっきも言ったけど、101は絶対うんこでしょって。あ、カブトムシか。カブトムシもよく見たら気持ち悪いで。よく見たら気持ち悪いって。見てよ。アップ！アップじゃねえ。あ、でも、よかった。アップできる。アップとかけんの。15でやっぱ何回も苦労してるんですね。昨日3時半やったからかな。どうや、この声の大きさ。どんなもんや？どんなもんやろこの声の大きさ。OK です。じゃあミッション1個ずつクリアしていきます。そういえば図鑑を全部やるんですかっていう人に、やりますって言ったんですけど、いや、図鑑の合格を全部やるんですかってもう一回聞かれたんですけど、確かに合格は、把握してなかったんです。